が降る森の中、私は泣いていた。あの子はそっとそばにいてくれた。しばらく泣き続け、そして笑うことができた。それは雲の合間から青い空が見えたから。それは七色の虹が見えたから。この緑の森にあの子がいてくれたから。ありがとう。私もちっちゃなことからやってみる。私澄んだ小川を鏡にし、蝶々が髪に止まったの。それは綺麗な髪飾り。あなたが眩しく見えるのは輝く太陽が照らすから。二人歌うことができたのは鳥がハミングしてくれたから。二人で会えたのは青い地球が丸から。ありがとう。私もちっちゃなことからやってみる。青い地球とあなたのために。泣いたり笑ったり歌ったり叫んだり、そして優しくなれるのは青い地球が丸から。ありがとう。私もちっちゃなことからやってみる。青い地球とあなたのために。違わなかったらみんな涙流してました。それはどうでしょうか。ドタバタで来たんでね、すみませんね。じゃあ、まあ、メルヘンが、あ、ここだよね。マルシェっていういろいろ地元のお店が出てたんですけども、なんか指ヨガっていうのをね、もう出てて指ヨガを やってもらいました。なんかね、これで素晴らしい演奏できますよって言われたから大丈夫です。ありがとうございます。成果出てますね。もちろんすごい。本当ですか。さ
さっき間違ったの聞かなかったことにしてください。言わなきゃ分かんない。そうですね、大丈夫でしたか。大丈夫ですね。じゃあ、まあ、メルヘン企画ということで、ちょっとこれを1、まあメルヘンのテーマソングを作ってみました。お、マジですか。聞いてください。初芝居、はい、多分聞いたやつかな。ですね、いつもメルヘンという方は人の演奏をじっくり聞いてくれるんですね。一人一人本当に尊敬してます。そんなメルヘンのために作った、ねえメルヘン、聞いてください。ねえねえねえ、こっち恥ずかしがらないで、もじもじしないで、おねんねえねん、あらまどしてけど、でもわかるけど男の子でしょ。宝塚オートバイク、わからねえ、こっち燃えた。隠したりしないで、何でも打ち明けて、おバカさんね。だってそんな、まさか、うん、さいか、男、女の、男の子でしょ。だからね、私に話して。ね、メルヘン&ね、カッツンでした。カッツンお久しぶりです。あ、楽しみにしてます今日も。ですね、じゃあ続きまして、今どっかんどっか行ったんでね、あんまり行ってないか。実は団地島さん、25年働いた会社がございまして、今回26年目となりました。おお、はい、すごい。そうなんですよ。素晴らしい、素晴らしい。居眠りこいても、おしゃべりしても、何しても25年間働いてきました。それは素晴らしい。いやいや、ありがとうございます。いやいや、それはそれは3歳の時から仕事してますね。計算しやすいでしょ。多分高木イマンさんから、はい、勤労賞をいただけると思う。勤労賞、勤労賞いらないな。たこ焼き、たこ焼きでしょうかね。もうなくなった。あ、もうなくなった。牡蠣のくらいでも、あ、牡蠣大好きなんです。そう、そうなんですよ。牡蠣の頃から皆さん不思議な空間に来たような感じなんですけどね。26年目を迎えて25年働いてきたということで、会社を今週1週間リフレッシュ休暇、チャージ休暇という会社、1週間お休みをもらったんですよ。素晴らしい会社だ。5万円をお金をもらって、大企業ね。すげえ大企業。まあ、私が社長なんですけどね。え、私社長なの。嘘です。会社員なんですけど。ないじゃないですか。会社員なんですけど。それでそんなこんなで広島に行ってきたんです。牡蠣フライ、大好きな牡蠣をいっぱい食べてきました。そして、宮島行ったり尾道行ったり、私行ったことなかったんで、もう広島はとても新鮮ですごい素敵なとこでした。でそこで宮島、あ、広島の原爆ドームっていうのを初めて行って、なんだか本当に立った途端なんか涙がこみ上げてきて、なんだか切なこみ上げて涙をこらえるのが必死で、なんか必死
切ないようななんか複雑な気持ちでした、ね、な戦争を知る高木さんはねもっと俺戦前の生まれだもんそうでしたっけ、イラク戦争の生まれ、ああうまいこと言ったということで、まあ、そう広島原爆ドームを見て見た感想の歌をちょっとお休みの間作ってきました。初公開なんでね。まあ原爆にあった気持ちで聞いてください。いやいやそんなことないです。それは笑えない。はい、そうです。はい、平和の架け橋という曲を聴いてください。どうだったっけな。私をメルヘン企画で見られてしまいました。ありがとう。この辺真っ黒なんですけどね。そっか、ね、もうなんかね今日、高木さんもね、あの戦争を知る高木さんは学生だったそうですね。
ベトナム戦争も。ベトナム戦争も体験してるらしい、素晴らしい、素晴らしいか分かんないけどね。メルヘン企画ということで、いらっしゃいませ、はい、もう一曲メルヘンのオリジナルソングを歌いたいと思いますが、桑田さんは来てますよ。来てませんよ。楽譜忘れちゃったということ。あっち行っちゃったんですか。まあ、まあ、気持ちを込めて適当に歌いたいと思います。ありました。では、メルヘンの代表曲。音楽やっててよかった。おー、名曲。はい、ダンチズマ。演歌バージョンで歌いたいと思います。演歌バージョンでした。1、2、1、2、3、4。よっしゃいわっしゃい。
今年デビューしたダンチ妻演歌バージョンでした。はい、ね、なんかメルヘン私を最初に選んでくれた理由っていうのは、あの最初というか一番にね、どんな演奏でもしていいのよ、気楽に楽しんであのやらかしてくださいという、一番でね、はい、自由だよってね、はい、下手でも下手でも下手でもいいんです。楽しめばいいということが、ね、ね、そうそう、あの私を一番にした理由だということで本当に光栄だと思います。いえ、ぴったり、ぴったり。ではアンコールは皆様のお気持ちでございます。演歌バージョンでいくんだ。演歌やってもいいか。 おありがとうございます。それはアンコールしろということでございますね。アンコール、アンコール、アンコール、アンコール。舞台に立つのはあっという間でございますが、皆さん、そっか、皆様とお別れするのは寂しいんですけど、これから皆様の素晴らしい演奏を聴かせていただきますので、私はアンコールに応えてあと1曲で舞台を降りたいと思います。じゃあ今日は団地妻企画でいいです。乗っとる、はい、なんかでもちょっと今器用な、なんかね、本気の A じゃなかったんで。そうですね、高木さんね、軽かったって A が、まだやるのって感じ。じゃあ最後に聞いてください。今年大ヒットしたあの名曲をもう一度、団地妻音頭ホワイトクリスマスバージョン。使うね、使いますね。よっしゃ、どっこい。ホワイトクリスマス、ああ壁に向かって団地妻、ああサンタに嫌われ団地妻、ああ雪が染みるぜ団地妻、夜のお仕事なしに、シンシンシャドビだったダンチズマ、シンシンシングルベルダンチズマ、ホワイトクリスマス、肌のぬくもり欲しいのにサンタは相手にしてくれない、セクシーポーズ決めたけれどサンタは子供たちに夢中だよ、それダンダンダンダラダダンチズマ、シンシンシャドビダダダンチズマ、シンシンシンクルベルダンチズマ、ダンダンダンチズマ、ベルを叩いてダンチズマ、私の歌で吹いて、あ、だんだん腹が立って、ギア、ダン、ワン、ツー、ワン、ツー、ダチー、鼻息がすごい。だんだん腹が立ってきやがる、それでも生きてゆく。
ワン、ツー、スリー、フォー。夜景のヤンパチ団地妻、美旦那踏んでる団地妻、それでも生きてく団地妻、イルミネーションが背にしみる。諦めないのよ団地妻、そりを滑って団地妻、雪をパックに団地妻、ホワイトクリスマス。ダンダンダンドラダダンチツバ、ダンダンダンドラダダンチツバ、シンシンシングベルダンチツバ、ホワイトクリスマス。ダダンガダンあダダンガダンダダンガダンチダンチズマ。はい、ありがとうございました。これから皆様の素晴らしいステージをごゆっくり見たいと思います。ありがとうございました。